はい、どうも、メンヘラおじさんです。今からですね、京都に向かって、友達とお茶しに行きます。で、今、YouTube のですね、設定で、Amazon 欲しいものリストを、参考 URL に、貼り付けましたというのと、自己紹介のところに、Amazon 欲しいものリストの URL を貼り付けましたということをやっておりました。で、私の本名でですね、Amazon 欲しいものリストであるとか、ギフとか出てくるんですけども、そこのところの表示設定をメンヘラおじさんに変えさせてもらって、やっております。で、多分これで、言うたら、本名出ずに、やれるんかなと思ってるんですけど、別に出てもいいなとは思ってたんですけれども、言うたらそういう指摘いただいたので、アンチの方からなんかもし、プレゼントが届いたら、あなたの名前バレるよ、みたいなこと言われて、正直なところ、アンチの方は多分、振り込んでこないなっていうのは、言うたらその方とやりとりしてて、言うてたんですけども、一応ですね、その対策をさせていただいた上で、欲しいものリストを改めて入れさせていただきました。で、欲しいものリストなんですけども、レトルトのカレーと、レトルトのご飯と、お茶と、ペットボトルのお茶と、パスタ5キロのやつだけ入れてます。最低限飯が食えれば、なんとかなるんじゃねえのって、これも山奥ニートさんの発想なんですけども、個人的にあんまりね、欲しいもの、金が欲しいっていうのはあるんですけども、服とかもなんかもう全然、気にしてないというか、気にせないかんと思うんですよ。言うたら外行きの服みたいなのはやっぱ欲しいんですけども、それもなんか送ってもらって、サイズ合わんかったら嫌やし、言うたら最低限のものだけ今入れてみて、で、最近、言うたら、いろんなものを、天岐阜2000円とか、言うたら、ビットコイン2000円とかっていう形で、なんか振り込んでくれて応援してくれる方がちょこちょこ出てきたので、それを言うたら、整備するという意味でですね、天岐阜の欲しいものギフトを入れさせていただきました。おじさんのチャンネルを応援してもいいかなという方がいらっしゃったらですね、ぜひ、お試しに送ってもらって、送ってくださいというところでございます。多分カレーとか、言うと備蓄の関係で多分全然あっても困らないと思いますし、最近地震もありましたしね。だからそこのところの備蓄という意味合いで、一応書いてございます。個人的にはカレーなんかいつも食べるんで、全然、ありがたいなと。何倍あってもいいなというものなのでというところでございます。まだ、言うたら収益化もしてないので、そういうようなものをちょこちょこ置かしてもらって、で、もし、言うたら、いいコメント返しであるとか、この話良かったなっていうんであれば、応援していただけたらなというふうに思ってます。で、なんていうんですかね。こうやって、ちょこちょこやっていく中で、登録者が増えて、YouTuber、まだ言うたら趣味 YouTuber みたいなもんですから、258、先ちょっと減って257になったんですけども、趣味レベルのところからもう一皮向けるためには、そういう言うたら有料のものをなんか揃えていくとか、あるいは、なんていうんですかね、もっとためになることを喋っていくみたいなものが必要なのかなと思ってるんですけども、自分はもうやれることといったらもう今の延長線上でしかないので、日常を話して、なんていうんですかね、サムネイルとか、そういうのを手伝ってくれる方とかいればいいんですけども、今いるのは女子大生だけで、言うたら何て言うんですかね、おじさん自身が5個も6個もあげるんで、正直、言うたらどれが伸びるかも分からへんのに全部頼むのはちょっと酷やなっていうのと、その女子大生結構ね、気まぐれだということと、お小遣いをあげないとやってくれないんで、それは、収益化したらね、全然お渡ししてもいいんですけども、まだまだ、言うたら、タダで、やってもらうにしては、ちょっと、なんていうんですかね、タダではやってもらってないんですけども、やるときはもうお金出してるんですけども、それをやってもらうには、まだちょっと、収益化してない分ですね、まだまだ、なのかな、というところでございます。
そうですね。まあ、一歩ずつやっていくしかないかなと思ってるんですけども、そういう形でですね、今、アマゾンの欲しいものリストも一応整備させていただきました。ひょっとしたら、撮影機材であるとか、まあ、ノートパソコンは自分で買おうと思ってるんですけども、なんかそういう、言うたら経費ものとかですね、いろいろ、なんですかね、自分でも買い揃えないかんかなと思ってるんですけども、まだ、収益化してないうちはちょっとやめとこうかなというところで、ございます。だからまあ収益化したら買いたいものは山ほどあるんですね。もうなんて言うんですかね、なんだ、自分が欲しいものとしてはあんまないんですけども、なんですかね、この YouTube を運営していく上では多分パソコンいるよね、っていうのと、多分 iPhone の、言ったら、最新、型とかになってきたらですね、容量のでかい最新型を買った方がいいんじゃないのとか、多分いろいろあるとは思うんですね。で、そういうところを揃えていければなぁとは思ってます。なんだろう、あんまりこう、これ買って、あれ買ってっていうのは言うのもちょっとやらしい話なんですけども、なんかそういう、言うたらまあ、今257人で1000人まで、なんですかね、手が届かないところではないというところはもう十分認識しているので、そこに向けてやろうと思って、今ちょっとなんか、背伸びしてガチャ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 やってるので、まあちょっと皆さんと、なんですかね、その進むペースっていうんですかね、いや、もっとおじさん地に足つけて、きちっとして話しろよっていう話もあると思うんですけども、なんかおじさん的にはちょっと今ふわついてる状態ですね。なんか、あ、もう300人いけるんちゃうかなみたいな感じにもなってきたような気もしてるんで、ちょっと今ふわついてるのかもしれないですけども、まあ言うたらそういう妄想をいろいろ考えながらですね、YouTube 撮ってる感じでございます。で、友人と電話したのいつやったっけな、先週ぐらい多分244とか5だったと思うんですよね。から10人ちょい増えてるんで、なんかやっぱり、結構、個人的には伸びてるなと思ってるんです。170とか190ぐらいは結構こう、なんですかね、足踏みしてる状態だったんで、一気に伸びたなっていうのがあって、なんか個人的には、まあ、なんていうんですかね、このペースが、加速度的にっていうんですか、2時間数的に今伸びていくというふうに聞いてるので、まあ、単純計算したら12ヶ月かかるんですけども、それがもっと早い段階で達成するんじゃないかみたいなのを思って、今ちょっと、なんていうんですかね、気持ちがせいている感じで、今登録、者が増えるようにですね、まあ、言うたら、自分の環境整備をしたりとか、まあ、言うたら、ちょこちょここう、なんですね、投げ銭とか、まあ、ギフトがもらってるんで、だそういうところの、その、もらう体制みたいなのも整備したなとか、なんか、感謝の気持ちを込めて、なんかこう、また、新しい動画とか、そういう依頼が来たら、依頼の動画とか、上げていければなと思ってるんで、すいません、ちょっとガチャガチャ、まあ、言うたら、今してるんですけども、まあ、おじさんなりに、ちょっとまあ、ジタバタしながらですね、頑張ってるんだというふうに、ちょっと温かい目で見ていただけたらな、というふうに思ってございます。すいません、ガチャガチャしてしまって。というところで、まあ、昼行ってきます。はい、以上です。